セブン記念3日目ブルース準決勝で勝ち上がりを決めました栃木の坂井陽選手です。よろしくお願いします。今回初日特選同様増木選手から選手の後ろからのスタートでしたけれども、まあ、しっかり増木選手もかなり警戒されてた中で一気に仕掛けてという形になりましたけれども、まあ、突きづらい部分もあったかもしれないんですけれども、そのあたり坂井さんレース走っていてどうでしたか。そうですね、もうあの水槽に集中しました。その後に、まあ、3番手ちょっと後ろ絡まれててっていうところは、はい、レースの走ってる時には分かってましたか。はい、そのあたり、まあ最後、まあ、しっかり、ま、位置守りきってっていうところでしたけれども、はい、最後、増木選手ついていてどんな感じでしたかね。その、まあ、初日特選とまた違いますけれども。そうですね、もう本当に強かったですね。まだ、準決勝終わった後っていうところで、メンバー自体決まってないんですけれども、まずは、最初の準決勝で勝ち上がり決められましたけど、そのあたり気持ち的にはいかがですか。そうですね、まあ、徐々に良くなっていて、決勝も慣れたんで、もうちょっと上手にしたいと思います。それでは、映像の向こうですねのお客さんに向けて一言お願いいただけますか。そのもうちょっとセッティングしたり面白くなるように頑張りますので応援よろしくお願いします。